うわマンゴーマンゴーえアウトちゃんソイソースチャンネル今のやばいやばくマンゴーやばじゃあアジョアジョクイズですほいクイズ大好きです、個人事務所クイズおーしょー、はい、芸人さんで個人事務所を持ってる人がいるもん、はい、はいはいこう税金、まあ税金対策というか、うん、吉本には所属してるんですけど個人事務所を持ってる、はいはいはい、その名前を今から出すので、はい、誰の事務所か当ててください、なるほどマジわかる本当にわからん俺もう興味ねえもんってまあ個人事務所税金に税金興味ねえもん嫌い嫌い税金嫌い確定申告だけですから金返ってくるから金返ってくるからということで、じゃあ事務所名を言うのではいはい、なんかそれ関係性はあるんでしょうまあじゃあこれちょっと有名かもしれないですけど、はい、有限会社加藤拓司有限会社加藤拓司それは有名って言ってるのこれ結構有名ですマジでえ、あれ吉本の人ですかじゃないあまあちょっとそこふわっとさせておきます、はい、芸人さんですでもはあえ、もうだいぶヒントは入ってますからね。まあ、こういうの作るぐらいまで行きたいですよね。そうだね。税理士さんとかね。作った方がいいよって言われるらしいんでね、こうある程度まで行ったので。はい。はい。じゃあ一斉に。一斉に。はい。はい、せーの。ドン。あ、加藤茶さん。加藤茶さん。ザブングル加藤さん。で正解は、はい、極楽友の加藤浩次さん。なあもうこっちだと思った。それこそタクシーの関連性が分かんない。うんまあ、一応こう公表してる方から出してます。はい。じゃあまた名前でいきましょうか。はい。第2問、靴の田中。で靴の靴は漢字で田中はカタカナです。へえ。靴の田中。じゃあ、靴のじゃあこっちかあいや、マジわからんこの人しか、うん、せーのはいそうアンガールズさんアンガールズ田中さんフジテレビのさ、田中先生みたいな授業がさ、うん、確か固くなかった気がするんだはぁそれを、それでやっぱ田中さんでかいって聞くからね。背高いし、うん正解はココリコ田中さんでした。ココリコ田中さん。いやでも候補にもなかったな。いやなかった。爆笑問題の田中さんかなってちょっと。ああ。ココリコ田中さん。マジむずいじゃん。ノーヒントだもんな。まあ、名前だけですからね。じゃあちょっとここからもう名前なくなります。え無理だよ。オフィス事務所。事務所やばこのセンスが誰かってことだな、はい、事務所事務所これもしかしたらその見てる人の中では知ってる人いるかもですねえこれじゃないのオフィス事務所オフィス事務所だいぶその尖られてはいますよねそうですねはいはいせーのはいうわジュニアさんねジュニアさんたけしさん、うん、だからこういうネーミングにもちょっと面白さをちょっと入れてそうな感じするかなっていう俺はオフィス来たのにちょっと引っ張られてたオフィス来たのかしなたけしさんオフィス来たかそうじゃん正解ははいさんまさんでしたさんまさんっぽいなさあ言われてみればオフィス事務所怖いな、そのボケしそうだなあったことないけどあったことないけどな、一回もじゃあもう一問いきましょうかはい、はい有限会社コケコッコうわこれはね、その僕も知らなかったんですけど実はめっちゃちゃんと関連性がある名前なんですよ、うん、えコケコッコ今と有限会社朝コケコッコえ鶏鶏
2は、2は鳥。すごい連想クイズしてる。鶏、卵、卵。はい、はい。せーの。ゆるたまご先生。筋肉マンの？筋肉マンのゆるたまご先生。よりこ浜口さん。なるほど。そう。しゃくれ。しゃくれ。あの後に、うん、事務所を作る。事務所確かに。で、ありそうやな。違うんかい。違うんかい。ありそうやな。正解はオール巨人師匠。巨人師匠 の、 あの実家が養鶏場 らしくて。わかるか。わかるか。巨人師匠はなんかその筋肉、はい、褒められたらあのちっちゃい時に卵運んでたから筋肉ついたんやっていうエピソードは有名らしい。マジ巨人師匠。ラストいきますか。むずいよ。ラストはラスト何回か答える。はい、はい、ラスト株式会社チューリップ。チューリップ、マジで何か分かんないです。ただどっかで聞いたことあるかもしれないです。これに関してはえないよ。聞いたこと。ミイロ、同期のミイロ。なんであの一発ギャグで咲いた咲いたチューリップの花が並んだ並んだ赤白ミイロ。なんだ。どうもプレイミイロです。お願いします。スタミだったんかい。なんだミイロだろ。ミイロじゃなきゃ。長かったな。長いんだよな。ここから漫才始まる。ヒントを出しますか。はい、吉本です。え、先輩、まあもちろん先輩。俺ら会ったことありそう。うわ、あるんじゃないかな。あ、あります、絶対。 ある、はい、絶対ある。絶対、はい、まあ、共演は微妙かな。でもそのご挨拶とかは多分したことあると思います。え、ご挨拶か。結構ご挨拶してますからね、はい、あ、これじゃない、この方じゃない。出そう。せーの。あー、今田さん。今田さん。山田花子さん。山田花子さん。何さん。さすがに鼻かかってる。あー、なるほど。確かに。両者不正解。あー。花子さんってことありますか。花子さんってことありますか。いや、ないけど、でもワンチャンの新喜劇とかで、ね、毎日。違うか。え、もち。チューリップのイメージはマジ全くないです、この人に。もうワンヒント。どれぐらいの歴史が知りたいか。うん、もう30年ぐらいっていう。に、もうすぐ30年ぐらいかな。その人とみんなの芸歴がもう分かんない。はい、せーの。タカさん、ホウセイさん。タカさん、ホウセイさん。いや、もう30年だけ。ホウセイさん。タカさんは、タカさんは、なんかチューリップっぽい。あ、ライオンの花の、うん、あの感じがチューリップっぽいだと思う。ザイ、もう一個出しましょうか。チャンピオンです。お、お、チャンピオン。はい、ショーレースチャンピオン。なんだ。待って、俺らが今来たー。え、せーの。どう、小杉さん。博多華丸ドリフスの華丸さん。残念。うわ、確かに上だね。花、花。え、だからチューリップ関係ないね。咲くというか、あれ、あれ咲くって、あれ咲くって捉えてますまあでもその、小杉さん同期です。もう、そう、そういうこと。俺、避けたよ。え、何がですか。これ、避けたからな。え、もしかしたら聞いたことあるかもしれないですね、二人とも。だからどっかで、はい、せーの。大正解。やめろ、やめろ、やめろよ。やめろ。何がですか。あんま触れない方がいいだろう。何ですか。いや、お前これの最初のなんか入りなんか税金対策ねみたいな言ってた、うん、
上で触れるの。お前だ誰がいじってんだよ。いじれるかい。僕がその調べてたら一番に出てきたんだよ。そうなんだ。福井さん絡みありますもちろん。はい、そうですね。ありますよ。ご挨拶。あ、そうなんですね。あ、そうですか。もうこの俺にしましょう。危ない。福井さんはでも払われたんで、もうその大丈夫です。あ、そうですね。そうですね。もう解決しましたからね。あれその後からめっちゃ払うめっちゃ大事らしいですよ。あれ、あれ普通払われへんらしいです。はい、それあ、なるほど。いいことをしてる。はい。いや、いいことしてへん。素晴らしい。すごい良い調べです。はい。なんでそんな駆け足で本当に言いましたよ。来週の動画も皆さん。じゃあ最終までは2人とも大正解です。いいです、はい、いいです、別に。間違っときゃよかった。あー、面白い。乳首出そうか。なんで全部バニーだから。乳首出したら最低点伸びるんだよ、父ちゃんが。あー、なんでだよ。なんでだよ。俺が出したら伸びるんだよ。はい、というわけで以上。個人事務所クイズでした。